鳥居、登る渡る神社は、千葉県千葉市中央区の堀戸にある神社。千葉市ゆかりの妙見者の一つである、西千葉総鎮守、通称登戸神社。千葉市の松江登戸県助平定種が祖先を供養するため、地区の最高点である遠望台に、千葉妙見宮の松路を、昭法元年9月5日に誕生し、千葉市の門族の出身であった。 想定弁を死後の任に当てた白蛇山信仰院、丁金寺を起源とする。慶応三年十二月二十六日に、登る渡る神社と改め、祭神を妙見菩薩と、同一視される雨のみ中主の神以下の増加三神に、定める。明治四十一年上りとあざは静かにあった、和紙神社を合志し、同神社の祭神、天日和の命を加えてよ柱となった。平成二年に、 平成の大造営により、本殿を境内の奥へ移築し、その前に拝殿と平殿を設け、同六年には鎮座350年を記念して、正面階段と山道を修復し、鳥を新記に混流した。9月4日から6日の3日間にわたって採用され、5日には三越渡御も行われる。葛飾北斎、富岳36系のりと裏、 京成千葉線新千葉駅から国道14号方向へ徒歩5分。ありがとうございます。